3グループ目を務めさせていただきます、伊達方伝えです。よろしくお願いします。お願いします。どうですか、楽しかったです。このバンドはリードのさやが伊達方フェチということで伊達方を集めたバンドです。一回後ろに決めていただいて、はいはい、あ、持ってた、見てください、これ覚えてないですか？なんかすごいネガティブなんで、なんか伊達方に対していいよっていう感じで応援してます。伊達方あるあるを、じゃあそうですね、伊達方お客さんにも伊達方の人いると思うんですよ、共感して。ちなみに自分伊達方だよと思う方どれくらいいらっしゃいますか？手挙げてください。ちゃん、自分伊達方だよ。あんまりないあ、結構後ろの方にいらっしゃいます。ありがたがる、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 はい、はい、リュックが背負えない。いや、リュックが背負える、リュック背負える、リュックが背負える、リュックが背負えるけどね、落ちてきちゃうから常にこうやってこう手が必要ですね。そうですね、中学校の頃とか筑波とかすごくなかった。ショルダーバッグとかこうみんなだったら普通にこう肩にかかると思うんですけど、自分たちだけこう自分 のかかっている方でここをしないとかからないみたいなっていうのが、はい、あるあるでございます。はい、誰が伝えるのに今、浴衣とか着物とかは似合うよねって言われる、言われる、似合ってるのかは分からない。でも、それ別に日常で浴衣とか着物とか着ないんで、あんまり、まあ、嬉しくはないかなっていう。嬉しいです。嬉しい。はい、じゃあ3つ目、最後、誰が伝えるのに3。え、俺、あ、野球のユニフォームがとっても似合わないっていうのは何が食べるの最後でございます。はい、はい、こんな感じで、まあ、ゆるゆるやってるバンドなんですけど、2曲目に、移りたいと思います。2曲目の、曲紹介、はい、さやさんお願いします。ミワのあんたの子にいて抱きしめることができるんだです。お願いします。お願いします。